Spinner。 おはようございます。菊池ゆりなです。7月18日木曜日、世界で今起きていること。ヨーロッパの首脳たちが支持する欧州委員長、彼女の2期目の就任は果たして実現するのでしょうか。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のニュースをいち早く声でお届けします。EU のリーダー再選に暗い雲。 EU の行政執行機関欧州委員会では、今日18日委員長を務めるウルスラ・フォンデアライエンの2期目の就任の是非をめぐり、720人の欧州議会議員による投票が行われる予定です。フォンデアライエンはドイツ出身の政治家で、メルケル内閣では労働大臣、国防大臣を歴任し、2019年に女性として初めて欧州委員会委員長に就任しました。右派が勢力を強めるヨーロッパにおいて、中道的な立ち回りを取ってきたフォンデアライエンに対する各国首脳からの支持は厚いものの、イタリア首相のジョルジャ・メローニは反対を表明しています。また、ガーディアンも彼女には多数派を説得する能力に欠けていると批判しています。アメリカの政治専門メディアポリティコは今年4月、フォンデアライエンとワクチンメーカーファイザーの CEO との交渉において不透明な取引があったとして、 EPPO 欧州検察局が捜査を進めていると報じていました。中国は AI を試している。フィナンシャルタイムズは、中国当局が AI 企業の LLM 大規模言語モデルをテストし、そのシステムが社会主義の中核的価値観を体現しているかどうかを確認していると報じました。複数の関係者によると、 CAC 中国サイバースペース管理局がバイトダンス、アリババなどの大手テック企業や AI スタートアップ企業に対し、政府による AI モデルのレビューに参加するよう義務付けたそうです。政治的にセンシティブな話題や国家主席のシー・ジンピンに関する話題などにどう回答するかがテストされるとしており、爆発的に利用が広がる生成 AI に当局が警戒心を示していることが伺えます。一方、 X で利用できるチャットボット型生成 AI グロックでは、アメリカ前大統領のドナルド・トランプの銃撃事件をめぐり、副大統領のカマラ・ハリスが銃撃されたなどとする誤った回答が複数示されたそうです。バンコクの高級ホテルで謎の死亡事件。タイの首都バンコクの5つ星ホテル、グランドハイアットエラワンバンコクで、宿泊客の男女6人が死亡しているのが見つかった事件で、タイ当局は遺体からシアン化合物の痕跡が見つかったと発表しました。シアン化合物が混入されたお茶を飲み、死亡した可能性があるとみられています。死亡した6人はいずれもベトナム系で、このうち2人はアメリカ国籍でした。ワシントンポストによると、死亡したうちの2人が日本での病院建設のために別の死亡者に多額の投資をしていたとの情報もあります。今年の話題のドラマが出揃った。アメリカテレビ界のアカデミー賞とも呼ばれるエミー賞の各候補が発表され、ハリウッド制作の時代劇将軍が最多となる25の部門でノミネートされました。このドラマはアメリカで1975年に発表されたベストセラー小説が原作で、主演を務めた日本の俳優真田広之さんがプロデュースに参加していることでも話題になりました。また実家のサンドイッチ店を立て直そうと奮闘するシェフが主役のドラマザ・ベアも作品賞をはじめとする23部門でノミネートされています。作品賞のノミネートにはその他、プライムビデオのフォールアウト、ミスター&ミセス・スミス、ネットフリックスの3体、アップル TV プラスの窓際のスパイが選ばれています。各賞の発表は9月に開催されるのが恒例で、今年は9月15日に行われる予定です。ちなみに前回の授賞式は、
脚本家、俳優らの組合によるストライキの影響で開催が延期され、2023年11月に行われました。イギリスでは、ペットフードに培養肉が使えるようになる。イギリスの食品当局は、ロンドンに拠点を置くスタートアップ、ミートリーの培養肉をペットフードの原料として承認しました。食用、ペットフード用を問わず、培養肉の販売が認められるのは、ヨーロッパでは初めてです。ミートリーは、鶏の卵から採取した細胞を培養して、鶏肉を生産しています。培養肉は、10年以上前から製品化されていますが、安全性への懸念や、食肉協会からの反発は根強く、現時点で販売が認められているのは、シンガポールとアメリカ、イスラエルの3カ国にとどまります。また、ヨーロッパではイタリアが国内での培養肉の生産と販売を禁止しています。研究室から食卓へと確実に近づく培養肉。世界的な食料問題の解決策になるのか、今後も目が離せませんね。菊池ゆりなでした。今日も良い一日を。